A long time ago, in a galaxy far, far away. こんにちは。レオンハルトという名前で、YouTube とか Twitter をやっている人間です。今日はなんかスターケースチャンネルの方で、僕の作ったレゴのジオラマを紹介させていただくということで、紹介していきたいと思います。こちらの、ジオラマなんですけど、一応エピソード2に出てきた時代制度の公文図書館、あれをモチーフにしてます。ただこっち側の部分とかはちょっと、クローンウォーズの要素を入れたりしてるんで、今から詳しく見ていきたいと思います。前から見るとこんな感じです。一応一番初めに今エピソード2で登場した時の感じが再現できてるかなと思います。一応今隣に画像出てると思うんですけど、一応本当の、映画版に出てきた時代制度の図書館と比べればちょっとここら辺は形が違うんですけど、ここは部品の都合でしょうがなく、この形にしました。で、こんな感じですね。回していくと、こういう感じになってます。そしてここはちゃんと引くと、このようにちゃんと扉が開いたり閉まったりします。ここは何かというと、クローンウォーズで出てきた、キッドフィッシュだとか通ってたんですけど、ホログロンの言ってみたら保管庫であって、このチーマの木っていうのがあったんですけど、これをホログロンに見立てて中に入れています。本当はもうちょっと時間かけて、このジオラマを説明していこうと思ったんですけど、ちょっと喋ることがなかったんで早く終わっちゃったんで、ちょっと僕のこと誰だと思ってる人も多いと思うんで、少し自己紹介がてら言いますと、この前スターケースチャンネルの方で上がっていた、コマ撮り動画、あれを作った本人です。ただあれに関してちょっとカメラをミスったんで、月からはもっと高画質で、コマ撮り動画作っていきたいと思います。一応僕のチャンネルの方では本当は音楽とか上げるはずのチャンネルなんですけども、最近ちょっとサボってて上げれてなくて、スターウォーズとかレゴのことばっかりやってるんで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。